スーさんの積分テクニック、これ知ってるだけで革命ですよね。使いこなせるとパパパッと積分できるようになりますよね。はい、どうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。今回ですね、スーさんの積分テクニック、もうね本当に感動すると思いますよ。今まで2分とか3分とかなんならもっとかけてた積分が本当に、ね、数十秒とかでパッとできるようになるんですよ。サムネにあるような積分とかももうそれはね5秒ですね。本当に数 2B の時もあったじゃないですか、6分の1公式とか12分の1公式とか、ああいうノリで数3でもめちゃくちゃ早くね積分できる、そういった方法があるので今回紹介していきたいなと思います。でその方法は巷ではね瞬間積分法とか呼ばれてるんですけど、ほとんどの人が知らないので、もうね使いこなして友達にね自慢しちゃってください。しかもですね、今回ですね、その方法を応用させると。その応用までさせてるところはね、本当にね、見たことない。だから日本初ですね。その日本初の方法を伝授するので、友達に自慢しまくっちゃって、クラスのね、人気者になってくださいね。はい。ということで、早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。数三積分テクニック。今回の流れは、まず汎用的に使える積分テクニックを紹介して、そこから個別的なテクニック、三角関数の場合に使えるものと指数関数の場合に使えるもの、その二つを紹介した後、三角関数×指数関数でも使えるよと、これ応用ですね、応用編、これを流れで説明していきます。この応用までねしたものっていうのは僕は見たことないので、本当にね最先端のものを見てるという気持ちでぜひ見てもらえたらいいかなと思います。じゃあ早速見ていくと、問題、こいつらを積分せよと、x2 乗 cosx、x2 乗 sinx、 これですね。今回扱うのは主に整式かける三角関数or指数関数と、ちょっと字が小さくて申し訳ないんですけど、整式 x2 乗とか x3 乗 -x とかかける三角関数指数関数とかで主に使えるものですね。じゃあこれをどういう風に積分するかって言ったら、もちろんそうですね、部分積分法ですね。部分積分法というのはどういうものかというと、 fxgx っていうある積がで、その gx っていうものが積分できて、fx っていうのを微分した。このものが微分して、片方微分して、もう片方積分したものが、この積分値は楽に求められるなっていう時に使うものと。つまり、gx の原子関数を large gx というふうに置くと、この微分して積分っていうものをここで作ってあげるわけですね。で、ここで、その時に出てくるものとしては、これと。要は片方の積分したものが出てくると。片方そのままで、積分した方が1個出てきて、で、残りの微分積分っていうものがここに出てくる。で、その時にここの符号がマイナスっていうところは注意が必要という感じですね。じゃあこれを使ってあげると、これね、結構大変なんですよ。なぜかっていうと、x2 乗を微分してあげると 2x と、で、2x 微分すると2と。要は整式っていうのを微分してあげるとどんどん簡単になっていくわけですね。それがこの微分していく側。で、この積分していく側なんですけど、cosx とか e の x 乗とかって何回積分してもそんな汚くなんないんですよ。cosx は cosx を積分したら 3x、さらに積分したら -cosx、さらに積分したら -3x。結局同じようなものじゃないですか、形として。e の x 乗は無限に e の x 乗ですよ。微分したら変わらないから積分しても変わらない。ということで、その、こっちを微分して、こっちを積分していくことによって、どんどん綺麗にしていくんですけど、これ、たくさんね、部分積分していかなきゃいけない。これ2回しなきゃいけない。これ3回しなきゃいけない。結構大変なんですね。じゃあ、これをテクニック、どういう風にしていくか。例えば、この x2 乗 cosxdx を例にしてあげていくと、まず、左側の整式の部分、微分していく方を、たくさん微分していくと。次、こっちの cosx の方は積分していくわけですよね。積分。こうやって積分していく。で、積分の回数は、一回多くやりましょう。大丈夫ですね。一回多く書く。そうすると、あとは何してあげるかというと、こうやって斜めに結んであげて、プラス、マイナス、プラスで、符号をつけてあげる。これで終わり。つまり、ここのところで x2 乗 3x のプラスが出てくると。で、ここの部分でマイナス 2x コサン x のマイナスが出てくるから、プラス 2x コサン x と。で、最後、ここマイナス 2sinx のプラスが出てくるから、マイナス 2sinx。で、積分定数プラス c。これで、求まるわけですね。これ何してるかというと、要は、これ一回多く積分してるっていうのは、ここの部分が最初積分だけが出てくるからなんですけどね。この x2 乗 cosx を積分すると、ここの部分がまずここで出てくるわけじゃないですか。片方積分したものが出てくる、そのプラスね。で、マイナスこれが出てくる。片方微分、片方積分の全体の積分。だから、ここが出てくるわけですね。
つまり x2乗3x っていうのを1個出してあげた後にマイナスこれの積分っていうのが出てくるわけですよ。じゃあマイナスこれの積分するってなったらどうするのって言ったら、もう一回ここを積分してあげて、ここの部分を出してあげるわけですね。でもマイナスこれの積分だから、ここでマイナスを書いてあげる。でプラス 2x コサイン x。 じゃあその後何が出てくるのって言ったら、ここに対応するところがこれの積分ですね。で今回はマイナスじゃなくてプラスこれの積分ですよね。2回目だから。じゃあ次これをどうするのって言ったら、こっちを積分してこういう風に結びつけてあげれば終わりと。こっち、これはプラスと。2回目だからね。こんな感じで一瞬でできると。要はこの部分積分法っていうのを毎回毎回書いてあげなくても、片方微分ザーッと書いて、積分をザーッと1回多くだけ積分してあげて、あとはこれ見てあげて、プラスマイナスプラスの順でやってあげるだけ。じゃあ、他の例もやってみましょう。x2 乗 3x ってことは、x2 乗の方を微分していくんですよね。で、逆に sin2x の方を積分していくと。で、これは、微分する方より、一回多く積分してあげればいいと。こんな感じですね。一回多く積分してあげた後は何をするかというと、こうやって、プラス、ここがマイナス、ここがプラス、プラスマイナスプラスの順で結んであげれば終わり。最初の項が、マイナス2分の1 x2 乗、コサイン 2x。次の項が、プラス2分の1 x サイン 2x と。マイナスマイナスで打ち消し合ってますからね。で、次の項が、プラス4分の1コサイン 2x で、積分定数解答終わりという感じですね。同じようにこれもやってあげると。これは、正式の方がこの x3 乗マイナス x になって、これを微分していくと。だからこれ微分していくと、3x2 乗引く1、6x6 と。あとは、こっちの e のマイナス 3x 乗の方を積分していくんですが、積分の回数は1回多めと。マイナス3で割ってあげると。で、次、マイナス3の2乗で割ってあげる。今度はマイナス3の3乗で割ってあげると。こんな感じになっていきますね。で、最後、81分の e のマイナス 3x 乗と。こんな感じでできると。1回多く積分してあげたら、あとは何するかというと、こうやってクロスで結んであげて、ここがプラス、ここがマイナス、ここがプラス、ここがマイナスというふうに交互にやってあげれば終わり。あとはもう書くだけ。こんな感じで部分積分できるわけですね。こんなん3回部分積分しなきゃちょっといけないので、結構大変なんですけど、こういうふうにクロス、もうひたすら微分してあげて、ひたすら積分してあげて、その時、孤立を微分しちゃうと、マイナス 3x の微分のマイナス3が前に出てくるから、マイナス3で1回ずつ割ってあげていく。それをするだけで、あとはプラスマイナスプラスマイナスって結びつけてあげれば、求まるわけですね。一応これ e のマイナス 3x 乗で全部くれるので、全部 e のマイナス 3x 乗かける、この中を整理してあげて、プラス c というふうに整理してあげましょう。最後にはね。これはちょっと割愛します。こんな感じで、部分積分、瞬間でできるというわけなんですよ。これ知ってるだけで革命ですよね。じゃあ、そっからさらにね、個別のテクニックに移っていこうと思います。まず、正式かける 3x または正式かける cos x の積分の場合。これだから、3x とか e の x 乗とかいろいろあるという中で、sin2x とかではなく、この sin x の場合と cos x の場合、それだけで使えるテクニックを紹介します。例えば、x2 乗 cos x dx と。これはどういうふうに求めるかというと、まず、一回積分するんですよ、こっちを。こっち一回積分したもの、要はこれ積分していくと、3x マイナス cos x 点点点っていう風になりますよね。この最初のここの斜めの線、x2 乗 3x っていうものを1個出してあげると。あとは簡単。このどっちも x2 乗と 3x、普通片方微分、片方積分してきて、プラスマイナスプラスっていう風にするんですが、もう全部微分、微分、微分、微分っていうのを繰り返していって、足していくだけ。足す、微分すると 2x と cos x と。もう一回微分すると足す 2×-3x と終わり、足す c と。これでできちゃうんですよ。ん？どういうことってことですよね。これってすごいシンプルで、cos x を積分していくと、sin x の後は -cos x と。で、その後 -3x、cos x っていうのが繰り返されていくわけですよね。じゃあこれを微分するとどうなるのって言ったら、cos x、-3x、-cos x、sin x という風になっていくわけなんですよ。つまり、ここの部分、プラマイ逆になってますよね。よろしいですか？とすると、最初ここプラスになって、そこの次マイナスになるのであれば、このマイナス、要は積分していくルートの、ここの部分の積分の分かれ道になるところだけ、ここマイナスが入ってくることになるから、結局ね、微分したものを足すのと変わらないんですね。だからここにマイナスコサイン x が入ってくるわけなんですけど、このマイナスマイナスでプラスになるから、これ結局微分しちゃうの変わんないじゃんっていう風になるわけですよ。こういう理屈で、一回三角関数の場合は、最初だけ積分してあげて、あとは微分、微分、微分っていうのを足していけば終わり。もう一問だけ具体例やると、x3 乗 3x dx とかも一緒ですね。一回だけこの 3x を積分してあげると。あとは、ひたすら微分、微分、微分。
微分して微分。マイナス cosx 微分すると sinx。こっちをもう一回微分すると 6x×sinx の微分すると cosx。もう一回微分すると 6×cosx の微分はマイナス sinx。終わり。こんな感じでできるわけです。使いこなせるとパパパッと積分できるようになりますよね。じゃあ次に正式 ×e の x 乗、はたまた正式 ×e のマイナス x 乗 dx の場合と。これっていうのは一旦公式を書いちゃいますね。この正式を fx と、まあ略して f というふうに書くと、このように表せるんですね。f かけるその e の x 乗って微分すると、f そのままのやつと、マイナスしたもの、プラスしたもの、マイナスしたものっていうのをどんどん微分していくと。これって言われてみれば当たり前で、e の x 乗って何回積分しても e の x 乗ですよね。何回積分しても e の x 乗。で、この f の方を微分していくわけなんですよ。じゃあ何が出てくるかっていうと、このクロスの積と。で、この右側は全部 e の x 乗なのであれば、最初出てくるのが e の x 乗でくくったら f のプラス、次 f の微分したもののマイナス、f を2回微分したもののプラスっていう風になっていくはずと。だからこれが導かれる。e のマイナス x 乗の場合はどうかっていうと、積分していくと、マイナス e のマイナス x 乗、プラス e のマイナス x 乗っていう風に交互に現れていくわけですよ。大丈夫ですかね。とすると、このクロスやっていくと、マイナス f になって、そのプラスがマイナス f。で、f プライムっていうのは、ここがマイナスになる、こうマイナスがね、f プライムの e のマイナス x 乗をかけたもののマイナスだからマイナス f だ、プライム。っていう風にやっていくと、マイナス f、マイナス f プライム、マイナスダブルプライムって点点点ってなってくからマイナスくくっちゃえば足していけばいいという感じなんですね。よろしいですか？だからこれを使ってあげるとサムネにあるのも一瞬でできちゃう。x の5乗 e マイナス x 乗 dx ですね。これも一瞬ですよね。まずマイナスでくくってあげて、この fx を順番に微分していくだけ。x の5乗を足す、これ微分した 5x4 乗を足す、微分した 20x3 乗を足す、さらに微分した 60x2 乗を足すっていう風にどんどん微分していくだけ。はい、終わり。こんな感じでできちゃうわけですね。もうこれ、もう3秒どころじゃないですよね。1秒で答えが分かって、こう書くので3秒かかる。あ、もう答え分かってんのにな、長いなって思いながらやるみたいな。そういうノリですよね。だからもう本当にね、これが分かれば手が頭に追いつかなくなるんですよ。こんなノリでできちゃうわけですね。ちなみに、この e の ax 乗でも一応、この理屈が分かってればよくて、まあこれ公式として覚えるかどうかは別なんですけど、これ a 分の f 引く a の2乗分の f プライム足す、a の3乗分の f ダブルプライム引く、こんな感じでなっていくわけですね。 e の ax 乗プラス c と、これで導かれる。これは e の ax 乗積分していくと a 分のっていうのがどん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 なっていくわけですよね。積分していくと a 分の e の ax 乗、 a の2乗分の e の ax 乗と。で、あとはこれと同じようにクロス斜めにやって計算してあげればこういう風になっていくわけですね。よろしいですか？で、これは a が1の場合、これは a がマイナス1の場合は代入したいものと。これさっきのこれに近いですよね。このマイナス3分のと9分のマイナス27分の81分のって書いたのと同じですね。まあこれは公式として覚えるかどうかは別として、まあ理屈としてはわかるなという感じですね。はい、ということでここまでは個別テクニック。最後に応用させていきましょう。この指数関数×三角関数。これ多分ね、どこの教科書でも見たことある問題だと思うんですけど、これどういう風にするかっていうとパターン2つありますよね。まず一つ目として e の ax 乗 sinbx と e の ax 乗 cosbx それぞれ微分してあげて、で、あとそれを足し引きすることによって何を微分したら e の ax 乗 cosbx になるのかなっていうのを逆から求めてあげるっていう方法ですね。これでもいいんですけど、結構ね、その係数を揃えたりとか足し引きしてっていうのが意外とね、これめんどくさかったりする。その場合どうするかっていうと、まあもう一つの方法が2回部分積分使ってあげると結果的にこれと同じ形のものが出てくるからうまくできるっていうのを多分ねもう知ってると思うんですよ。じゃあそれを使ってあげると、もう部分積分法って言われたらこの、瞬間部分積分的なものを使ってあげるのが割とね有効だったりするんですね。 e の x 乗を微分してあげると、こっちを微分してあげましょうか。こうなる。こっちを積分するとこんな感じになるんですね。あれ？積分一回多くなくていいの？っていうことなんですけど、これはいいんですよ。なぜかっていうと、こいつの不定積分を残してあげたいから、これでいいんですよ。言いたいことがありますか？要は、2回部分積分して、出てきたら、こいつのプラスと、こいつのマイナスが出てくると。その後に残るのがこれの積分ですよってことですね。一回多くしなきゃいけないっていうのは、要はこれの積分を出すときに何か出してあげるという形で、もう一回多くしなきゃいけないんですけど、これを積分のままで残す場合は、ここらいらないですね。ということで、これ見てあげると、これのプラス、e の ax 乗の b 分の1 sinbx と、あとこれのマイナス。だから、マイナスマイナスでプラスになりますよね。
プラス、省略すると B2乗A の E の AX 乗コサイン BX に、これが出てくると。これっていうのは、2回部分積分してるわけだから、これのプラスが出てくるわけですよね。プラスのマイナス B2 乗分の A2 乗の積分、ホニャララ DX 乗。ここと、ここが一緒になってると。じゃあ、あとはもう簡単ですね。これ、まあ何でも、Large X とでも置いてあげれば、移行してあげると、B2 乗分の A2 乗プラス B2 乗の Large X イコール E の AX 乗でくくってあげると、B 分の1 sin BX 足す B2 乗分の A コサイン BX になるのか。で、A2 乗プラス B2 乗分のっていうのを全部で出してあげると、中に B2 乗かければいいので、B sin BX 足す A コサイン BX と。こんな感じで求められるわけですと。はい、終わり。はい、こんな感じでこの有名なね、積分を求めることができるわけですね。すんなりこれに沿ってやってあげれば、そんなにね、手間じゃなく解けるわけですよ。こういう風に応用してるの僕見たことないので、日本初だと思いますね。だからこれしっかり使いこなして、友達に自慢しちゃいましょう。とにかくね、計算が早くなるっていうのは、すなわち演習量をこなせるということなので、演習量が、ね、たくさんこなせるようになって、結果的に数学力がどんどんついていく。そういうね、いい循環が生まれると思うので、ぜひね、今日話した内容、その今日はこの応用だけじゃなくて、最初の汎用的に使える部分積分のテクニックから、三角関数、指数関数で個別的に使えるもの、そしてこの応用法まで、全部ね、しっかりと体系立てて、理屈も含めて押さえてあげると、すごくね、力がつくんじゃないかなと思います。ということで、ためになったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、あとコメントでね、こういう動画撮ってほしいよっていうものを載せてくれたら嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。